中山競馬場は千葉県船橋市にある中央競馬を施行する競馬場。施行者並びに管理者は日本中央競馬会である。日本の四大競馬市場の一つ。競馬ファンでは単に中山でも通用する。有馬記念が有名で国際整理名簿基準委員会によるランクでは平地競争が最上位のパートアイ 国際競馬統括機関連盟が公表した世界のトップ 100GI レースでは2016年度世界第13位日本国内第1位に位置づけられている。1レースの売上過去最高額は約875億円となりギネス世界記録に登録されている。その他サツキ賞や中山金牌などの開催地として知られる。中山競馬バスタンド 中山競馬の起源は1907年に、千葉県東葛飾郡名村大技岩瀬に作られた松戸競馬場が全然身に当たる。松戸競馬会クラブは1919 19年8月10日に、陸軍省からの競馬場地の買収申し込みを受け入れ、東葛飾郡中山村大技は神谷へ移転した。中山村に移転した1920年には、 中山競馬クラブと名称が改められ、1927年に少し北東側の東葛飾郡葛飾村大ざ小作に馬場が移された。その後、1937年に日本競馬界へ統合、中山競馬場として発足し、現在へ至る。移転後の初開催は1920年3月12日である。昭和5年発行中山競馬。 千葉県観光案内地図中山競馬は千葉県における観光事業の一つとなっており、1930年には地マイナス1のような観光地図も作られた。1940年に開催される予定であった東京オリンピックでは馬事公園や東京競馬場とともに馬術競技で使用されることとなっていたが、日中戦争の影響で中止となった。歴史的には、 東京競馬場の東京優秀に対抗する競争を設けることが長い間中山競馬の念願であった。周辺の地形が起伏に富んだ地形であり、それを活かして障害コースが設けられ、そこを舞台に中山大障害が開催された。さらに、第二代理事長、有馬より安によって中山グランプリが創設された。今では年末の風物詩となっている。 アメリカのローレルパーク競馬場と提携を結んでおり、ローレル競馬場賞中山頻馬ステークスが施行されている。2018年には90周年を記念し、スタンド施設を中心とした大規模リニューアル改装を実施している。同年12月1日より、駅連絡地下通路がリニューアルオープンするとともにグランプリガーデンが新規オープンした。スタンド1階には、 チャイルドコーナー、ベビーコーナーが設けられており、プレイマットスペースや授乳室、おむつ替えベッドなどを備えている。また、65歳以上の方が入場できるシニアサロンも用意されている。年末にはクリスマスのイルミネーションやプロジェクションマッピングなどが施される。特に高さ20メートルのヒマラヤ杉を使ったクリスマスツリーは、 生きた樹木のクリスマスツリーとしては日本国内最大級である。他の見どころとしてはパドック近くに建てられたハイ成イウの像がある。ベンジャミンプラザにはインフォメーションをはじめカフェやショップが併設している。中山の名称の由来は移転当初施設の大部分が千葉県東葛飾区中山村11月3日に市川市へ編入、残りは 葛飾村に属し1937年4月1日に船橋市へ編入に属していたことに由来する。現在地には1927年10月に建設が決定され、1930年に開設された。大正時代の中山競馬場ゴール前の坂中山、競馬場付近の航空写真国土交通省国土、シリーン地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成航空写真に見る、中山競馬場付近、写真上部が来た、1989年撮影、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成1940年のソ路ロ図主要4場の中では最も直線が短く小回りなコースで、主要4場以外と比較した場合でも、 内回りコースの一周距離は札幌競馬場とほぼ同じ。コース全体の高低差は芝コースで5.3メートルあり、これは JRA の競馬場の中では最大となる。ダートコースも全体の高低差が4.5メートルとなっている。ゴール前では残り180メートルから70メートルの地点に高さ2.2メートルの上り勾配がある。JRA ではこれを 急坂と称しており、ゴール前の逆転劇につながるとしている。芝コースは内回りと外回りがあり、内回りはコーナーの半径が小さい小回りコースとなっている。外回りは内回りの第2コーナーから分岐し、第3コーナーで再び内回りに合流する。外回りコース全体で見ると3コーナーがあがやや、潰れたお結び状のコースとなっている。2016年まで、 コース図に芝1000メートル、芝1400メートルの設定もあったが、長らく実施されず、2017年にコース図から削除された。ダートコースは芝内回りコースの内側に設けられている。急坂はあるものの芝内回りと同様にコーナーの半径が小さい小回りコースとなっている。障害コースはダートコースの内側から芝。 外回りコースの内側に設けられている。途中で、ダートコース、芝内回りコースを横切る形態となっており、中央部のタスキコースは、大竹作と大池垣を備えた大障害コースとなっている。大障害コースは年に2回、中山グランドジャンプと中山大障害しか、使用されない。また、地形を生かした深い谷を上り下りするバンケットも、特徴の一つとなっている。 障害の概要大竹作大池が企画障害の概要は下表の通り、10個の飛び越し障害と3カ所の谷で構成されている。正門中央門中央門のゲートなお札つき賞、馬記念当日は多くの競馬ファンが入場し、スタンド席だけでは収容しきれない場合があるとき、大障害コースをファンに開放する場合もある。すべての席において、禁煙。 ベッド入場料200円が必要となる。有馬マ記念開催日の当日発売分指定席は、はがきによる事前抽選販売のみとなる。場内ではミニ FM 放送で各放送局の音声を送信している。周波数は以下の通り。2001年末まではメディアホールで JRA オリジナルのミニ FM 放送を行っていた。2020年第5回開催から、 上機身に FM 放送サービスが廃止された。有馬記念後の混雑状況国地競馬場周辺には JRA 直営及び民間運営の有料駐車場が多数あるが、駐車場に面した道路の道幅が片側1車線と狭く競馬会再日に限らず交通渋滞の名所となっている。ひどい場合には、 競馬場周辺から国道14号まで車が埋まり、麻痺状態になる場合もあるため、競馬場では、ストップマイカーキャンペーンを通年実施し、公共交通機関、特に電車での来場を推奨している。g i g i g JGI 出店、JRA 公式サイト中央競馬レコードタイム、中山競馬場1985年11月に、 ナッキーと呼ばれるピンク色の蝶ネクタイを身につけた白馬をモチーフにしたマスコットキャラクターが制定された。場内の案内看板やゴミ箱などにプリントされているほか、船橋方店駅から競馬場を結ぶ専用通路、ナッキーモール、4人がけ専用指定席、ナッキーボックスの名前の由来にもなっている。また、他の競馬場や場外発売所、 BS 放送のグリーンチャンネルに配信される中継映像では、ナッキーの顔とレース番号を表示して、中山競馬場のレースであることを示している。なお、1999年と2000年には、このマスコットの名前を冠したナッキージャンプステークスが施行された。2018年1月より、中山競馬場のシンボルの一つとして親しまれているヒマラヤスギをモチーフとした、 競争馬のシルエットを組み合わせたデザインに変更された。ただし、新デザインも、ありま記念開催集は、ありま記念のロゴマークが使用される。2005年11月に、ありま記念50回を記念して、中山競馬場のイメージソングが制定され、開催日の開門時や場内イベントなどで、使用されている。喝采この道の先に作詞、作曲、いまいちひろか。 松本栄子なお、以前は、開門時には、キング・オブ・ターフが使用されていた。1978年にミホトレーニングセンターが開設されるまでは、競馬場や白井文場で調教が行われていた。ありがとうございます。